立ち往生を想定してガソリン車を埋めてみました。こんにちは、 EV スマートのテスカスです。今日はこの山形県蔵王アストリアホテルで雪道の立ち往生試験を行います。検証にはこの3台の電気自動車を使います。外気温マイナス4度からマイナス9度の環境でバッテリー残量 80% から 10% に到達するまでの時間を計測します。エアコンの温度をそれぞれ変えて実験して電気毛布も3種類用意、実際に車中泊した結果をレポートします。ここ夜になるとだいたいマイナス7度ぐらいになるので、まあ、実際の立ち往生にあった時とだいたい似たようなシチュエーションになるかなと思ってます。雪道走るとめちゃくちゃ車が汚れますね。今日は今回の検証のために電気毛布を3種類買いました。一つはこの平行プラグの方ですね。インバーターをつけて 100V の電源で取り出します。でもう一つはこのシガーソケットに直接挿して使うタイプ、結構大きめです。3つ目がこの USB のタイプですね。 USB なんで全然温まる範囲は狭くて、多分このここだけかな。まあ、ちょっと3種類どれが一番いいか試してみたいと思います。はい、これは快適号です。設定は自動で内気循環でキャンプモードにします。リアのファンも一応入れておく設定ですね。で AC はオンにしたかったんですけど、多分気温が低すぎて自動でオフになっちゃうみたいですね。もう1台の方は空調の温度は18度で、設定は自動で、やっぱり気温が低すぎるせいか AC は勝手にオフになるみたいですね。キャンプモードを入れます。リアのファンもオンで、この3台目は16度かな、内気循環。リアのファンは入れると、シートヒーターはマックス、フロントもシートヒーターはマックスです。でこういうダッシュカムの録画は全てオフにしておきます。キャンプモードなのでセントリーモードとかセキュリティアラームは自動的にオフになります。こちら快適な温度20度設定の車です。風の強さもですね、こちら今5となってますが、こうまあまあうるさい音をずっと出して風が出てきています。今アウター着てるんですけれども、アウター脱いでも全然過ごしそうな温度で比較的快適です。寒くはないですね。足元が若干寒いかなぐらいの感じです。 USB タイプの電気毛布を出してみました。これ USB なんで取れる電力が結構限られてて、この手のひら1枚分のここだけしか暖かくならないですね。体全体を温めるには足りないかな。でこの USB 毛布の大きさはだいたいこの足先からお腹のとこまで、幅もだいたい太もも両方カバーするぐらいですね。手触りはすごくいいです。うん、ここはあったかいな。で手を温めるときとかはいいかもしれないですね。この2枚目はシガーソケットに差し込むタイプの電気毛布です。アームレストの下の部分に挿して、で今強さは最も強いハイにしてます。なんか真ん中あたりに結構あったかめのシートがまず一つあって、で一応この細部、まあ、先端の方からこの逆の端の方までちょっとした、まあ、電熱線のようなものがあって、
まあ、ほのかにあったかいかなっていう感じですね。でサイズはこの足先から私の顔の上ぐらいまであるかな。うん、今んとこ USB のやつよりかはあったかいですね。で3種類目の電気毛布はいわゆる普通のコンセントを使ったタイプの電気毛布ですね。このシガーソケットからこの赤いインバーターを介してで普通のコンセントがここに刺さって AC の 100V が取り出せます。で肝心の温度は多分あんまりシガーソケットのタイプと変わらないかな。電熱線の線自体はこんな感じで一応全体に張り巡らされてはいますが、この辺りはあんまり暖かくないかな。夜中の1時18分です。ずっと暖かい状態です。アウター脱いでも全く問題なく快適に過ごせる温度環境ですね。おはようございます。朝の6時52分、 20% ぐらいかな減ったのは。まあ案外減ってないですね。設定の温度が16度だと若干寒いかな。一応電気シートヒーター使って、あと毛布も使ってますけど、まあ、本当に立ち往生したら、まあ、多少着込んで我慢しつつ耐えるっていう感じになっちゃうのかな。おはようございます。現在朝の7時8分になりました。現在外の気温はマイナス6度、電池は 52% 残っています。一晩で 30% 弱ですね。これぐらい暖かい空調の設定でもそれぐらい減るということが分かりました。体感としてはアウター類を全て脱いで通常の寝るような格好で寝てたんですけれども、まあ、時々ちょっと肌寒いなというのは感じました。アウターを着て寝るのがベストかとは思います。せっかくなので隣の18度設定の車を見たいと思います。外気マイナス7度 64% ですね。さっきは 52% だったのでこっちの方が 10% 近く電池が残っています。2度違うだけでここまで変わってくるのかと思います。で今車内にまた戻ってきたんですけど、やっぱ外の気温が今まだマイナス7度、気温16度設定の車内の方がやっぱ圧倒的に暖かいですね。この空調の風に直接顔が当たると結構やっぱ寒いんですけど、まあ、割とシート倒すとか、避けるような工夫をすればもう断然車内の方が暖かいですね。あとシートヒーターがやっぱり偉大です。シートヒーターモデル3のシートヒーターかなり暖かくて、電気毛布がそんなに暖かくないっていうのが割と盲点だったかな。毛布とか布団とか入れておいた方が安全かもしれないですね。電気毛布プラス布団っていう運用がおそらく一番安全です。バッテリー 80% から 10% までの所要時間なんですけれども、18度設定で51時間となりました。時間の都合で検証は途中で終了したので、グラフの点線部分は予測値となります。続いて16度設定は40時間、シートヒーターをすべての座席でオンにして電気毛布を使っていたので少し短くなりました。最後に20度設定は33時間という結果になりました。実際に雪道で立ち往生が起こった場合、だいたい24時間以内で解消されるケースがほとんどです。バッテリー残量が 40% だったとしても、エアコンを18度に設定しておけばバッテリー残量 10% まで20時間くらいは持つ計算になります。しかも検証中の平均気温はマイナス5度だったので、実際はもう少し持つんじゃないかと思います。立ち往生を想定してガソリン車をちょっとある程度埋めてみました。この状態でエンジンかけて中の一酸化炭素の濃度を測っていきます。テールパイプの部分と、まあ、タイヤのホイールハウス部分まで雪が積もったっていう想定でちょっとやってみます。
ことでガソリン車を外気導入でアイドリングしていると3分ぐらいで少し危険なレベルに一酸化炭素濃度が上がってくるということが分かりました。一応電気自動車でも同様の検証をしたんですが、当然一酸化炭素濃度は上がらずという結果になりました。立ち往生にあった際、ガソリン車なら定期的に雪かきする必要があるため体温が奪われますが、電気自動車の場合は安全に車内で待機できます。